結婚して半年、それまで、寮でもクソでもなかったトメが、突然いびってきた時に、思わずやってしまった、ドキュン返しです。その日は、旦那から事前に、嫁子は、家出好きなことをしてていいよ。と言われてたけど、いい嫁アピールをするために、義実家の模様替えを手伝いに行きました。そんな私を夫が、できた嫁だ。と褒めちぎったのが気に入らなかったのか。あるいは、ことあるごとに、私を気遣う息子、旦那の姿に、刺激されたのか、トメが私を攻撃してきました。例えば、私が、ちょっと、重めのものを運ぶと、ニヤニヤしながら、あらあら、嫁子さんって、女なのに力が強いのね。と言ってきたり、こちらを馬鹿にした顔で、ちょっと力こぶ作ってみせて。とお願いしてきたり、もともと我慢強くない私は、トメが、腰痛を言い訳にして働かないのもあって、ちょっと切れそうになってました。そして、トメの指示で、軽いけど、視界が塞がるついたてのようなものを、一人で運ばされてる時に、トメが足を引っ掛けようとしているのが見えたので、気づかないふりをして、軽く踏みつけてやりました。そうしたら、たまたま壺みたいなところに入ってしまったらしく、トメは、ものすごい悲鳴を上げてひっくり返り、私が、トメの足を踏んだまま体勢を変えると、トメは、畳の上で、ブリッジみたいな体勢で、びっくんびっくんしてました。そして、大丈夫ですか?とわざとらしく聞いたりしながら、ウトが駆けつけてくるまでの、ほんの短い間、パニックを装って、トメの足を、さらにグリグリしてやりました。トメは、ウトに解放されながら、こちらを睨みつけて、わざとやったんだ。嫁の分際で、離婚させてやる。と騒ぎ立てましたが、足を踏んだ時に、トメが立っていた場所が、あからさまに不自然だったので、ウトは、冷静に、騒ぎ立てるトメを牽制し、私の話を聞いてくれました。ついたてを持っていて、視界を塞がっていたことと、トメのことが嫌いだったら、最初から、手伝いになんて来ないと、トメに謝りつつ、必死で弁明する私の姿を見て、演技ですが、ウトは、何か思うところがあったのか、近所のホームセンターに買い出しに行っていた旦那を呼び戻し、軽く事情説明した後、今日のところは、夫婦で帰るように促されました。帰りの道中、トメが半目で、びっくんびっくんする姿を思い出して、必死に笑いをこらえる私の姿が、旦那からしたら、私がショックを受けて、震えてるように見えたらしく、詳しい話をするように頼まれたので、わざと、足を踏んだことを除いて、トメに言われたことをすべて話しました。それから一年、トメは、未だに、足を踏まれたことを根に持ち、ことあるごとに、私の名前を持ち出して、盛大な自爆を繰り返してるらしく、ウトと旦那の計らいで、私とトメは、一度も顔を合わせてません。トメは、一度、私の実家に、苦情の電話を入れたのですが、父は、トメの相手をせずに、私から事情を聞き、ウトに連絡を入れて、最終的に、トメから、私に関する連絡先の情報を、すべて取り上げさせました。旦那の話だと、ウトが、トメをカウンセリングに連れて行ってるみたいだけど、最近よく、もうダメかもしれん。あいつ、トメと一緒にいるのが、苦痛になってきた。と愚痴を漏らしてるらしいです。